今日もひで急行お出かけチャンネルをご利用いただきましてありがとうございます。今回は夏本番を迎えまして、海が見たくなり大阪から2370円で田島の海へ行ってきましたので、その時の様子をお伝えいたします。どうぞよろしくお願いいたします。 JR では春夏冬の休み期間に青春18切符という切符を発売しています。1日普通快速列車乗り放題で5枚綴りで 11,850 円、これを1枚で換算すると2370円になります。新幹線や特急を乗れませんが、のんびり行く旅であれば安く旅ができる格安の切符です。今回私はこの切符を使って旅をします。ただいま私は大阪駅にいます。これから JR 宝塚線福知山線の普通電車笹山口行き6時9分発に乗車し、旅をスタートします。この日早朝より JR の最寄り駅から乗車したんですけども、駅の改札にね、係員がおられなくて、インターホンでオペレーターの方と話をしますと、そのまま乗車して車内で乗務員から日付の印をもらってくださいということでしたので、今ねちょうど大阪出発の車内放送が終わりましたんで、車掌さんに日付印をもらいに行きました。はい、福知山駅に到着しました。次の電車は8時54分発豊岡行きということで、ここで20分ぐらいね時間がありますので、ちょっと駅前をぶらりしていきたいと思います。福知山駅南口には蒸気機関車が展示されています。 C11-45 機、この辺でね走っていた蒸気機関車だそうです。駅前に蒸気機関車が展示されていることは多いのですが、このようにねこの赤いこれ転車台、ターンテーブルと言うんですけども、その上に乗っかった状態でね展示されているというのは珍しいかなと思います。福知山駅の構内にセブンイレブンがありました。この先ね食料にありつけるかどうかちょっと不安があったので、まあ、緊急用にねこのセブンイレブンで、昼ご飯のためにおにぎりを買いました。はい、それでは改札に入っていきましょう。8時54分発豊岡行きは3番乗り場からの発車となります。JR 日本をご利用
いかがでしたでしょうか。車窓から見える日本海の海、本当にねこの日は天気が良くて空も海も真っ青で、本当にね日頃のいろんな嫌なことやストレスを吹き飛ばしてくれるような景色でした。この日は鎧、余部、芝山、霞と各駅で降りて近くの漁港に行ったり駅前を散策したりとして過ごしました。これらの映像はまた別の動画で上げたいと思いますので、その時にはご視聴いただきたいと思います。帰りも普通列車を利用して大阪まで帰りました。帰りはね少しルートを変えて和田山から磐田線に乗って姫路から新快速で帰りました。そのようにね姫路回った方が大阪へ着くのが岸名通ったルート福知山線経由よりも早く10分ほど早く帰れるということで普通のルートを選びました。それでね帰り霞の駅で食料を調達してですね、まあ、食べながら帰ろうと思ってたんですけども、霞の駅前何もないんですね。多分探せばあるかと思うんですけども、何もコンビニとかも見つけることができずにですね、食料を買うことができず、大阪まで空腹に耐えて帰らないと仕方がないなと腹をくくったんですけども、途中ね、やっぱお腹が空いてきてですね、どうしようもないわけですね。で、途中和田山駅で磐田線に乗り換えるんですけども、そこで20分ほど時間がありまして、まあ、駅前に出ました。でもね19時回ってたんでもう店がほとんど閉まってたんですね。ところが一軒だけ、このパン屋さんが開いておりました。本当にね助かりました。でね早速その店に行って、惣菜パンを買ってですね、美味しくいただきました。本当にありがとうございました。助かりました。それでは今回の動画ここまでとさせていただきます。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。画面中央の丸い枠をタップすることでチャンネル登録できます。チャンネル登録することで他の秀樹有効の動画も見られますので登録をお願いいたします。ありがとうございました。